はい、福ちゃんです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は油性の色鉛筆のご紹介になります。動画の前半は色鉛筆の基本的な塗り方を5種類のメーカーの色鉛筆で塗り比べをしていこうと思います。後半は各メーカーの色鉛筆ごとにリンゴを描き分けながらその使用感などをレビューしていこうと思います。それで今回比較して使う色鉛筆はこちらになります。ファーバーカステルの赤缶と呼ばれるタイプのもの、ファーバーカステルのポリクロモス、リラ・レンブランドのポリカラー、サンフォードのカリスマカラー、カランダッシュのパブロ、以上5種類を使ってご紹介をしていこうと思います。前半でご紹介する基礎的な塗り方は、ハッチング、クロスハッチング、平塗り、重ね塗り、グラデーションの5つを、こちらのマス目で作った用紙に製作をしていきます。横の列に各メーカーに分かれて並べて、縦の列にそれぞれの基本的な塗り方を行っていこうと思います。今回使用する用紙はビフアール水彩紙の中目を使っていきます。では早速始めていきましょう。最初はハッチングからです。ハッチングは同じ方向に線を繰り返して描くことで描写を行う方法です。線を重ねたり力の入れ方を調整しながら質感を表現していきます。また芯を尖らせると繊細なタッチで描けますし、球体などの立体感を出すときは線にカーブをかけて描いていきます。2つ目はクロスハッチングです。クロスハッチングはハッチングで行った線にクロスして描写をすることで画面を塗っていく方法です。線をクロスさせるのは一度ではなく、角度を変えて複数回掛け合わせることで色が濃くなります。また違う色を組み合わせてクロスさせることで混色のグラデーションを作ることができます。3つ目は平塗りです。平塗りは鉛筆の腹の部分を使って描きます。また力の入れ加減で濃淡が作れて、重ねて塗ることでさらに濃く色をのせることができます。広い面をムラなく塗りたいときに有効な塗り方なんですが、力の入れ具合が一定でないと結構ムラになってしまうので、その辺は慣れが必要かもしれないですね。4つ目は重ね塗りの2種類です。厳密に言ってしまえば重ね塗りは平塗りの中に属する塗り方ですね。ここでは赤と青を使ってご紹介をしていきましょう。色鉛筆は水彩絵の具のように絵の具を混ぜ込んで混色ができないので、色と色とを重ね合わせることで混色を行います。なので最初に塗った色と後から塗った色が逆になった場合、見え方が少し変わってきたりします。そこで今回、上に赤下に青の場合と上に青下に赤の場合を描いてみて感じの違いを見ることにしました。ここではハッチングと平塗りの間ぐらいの感じの色ののせ方をしています。今回結構薄めに色をのせてしまっているんですが、濃く色をのせた場合、色鉛筆の質によっては色の上から色がのりにくいものもあったりします。今回使っている5種類の色鉛筆の中では、ファーバーカステルの赤缶は濃く塗るのはちょっと苦手なタイプの色鉛筆だと思いますね。濃く塗り重ねるのが得意なのはサンフォードのカリスマカラーやカランダッシュのパブロなんかが向いているような気がします。では最後の5つ目はグラデーションです。単色でグラデーションを描くときは、最初は強い目に色をのせながら少しずつ力を抜いてグラデーションを作るんですが、今回は同系色の青と水色の2色を使って平塗りでグラデーションを作っていきます。グラデーションは単色よりも2色を使うことでグラデーションの密度が上がって、より美しく描くことができます。また同系色だけではなく、近い色同士や補色関係で作っても綺麗なグラデーションが作れると思います。はい、こんな感じで完成しました。平塗りの部分があまりにも薄かったので、後から少し濃く修正をしてしまいました。これだけ見ているとメーカーごとによる大きな違いはわからないですね。ただ色鉛筆は実際に描いてみると、芯の柔らかさや硬さが指先に伝わってくる感じが全然違っていたり、力の入れ具合でどこまで描けるかの差がとてもわかりますね。その辺の感じを後半絵を描きながらお話をしていこうと思います。
後半は5種類の色鉛筆をそれぞれ使って5つのリンゴを描きながら、メーカーごとの色鉛筆の話なんかもしてみようと思います。ではリンゴの製作の方に入っていきましょう。こんな感じで組み合わさった5つのリンゴを想定して描いてみました。製作している用紙は先ほどと同じで、ビフアール水彩紙の中目を使っていきます。では最初は赤い缶に入ったファーバーカステルです。この商品は日本での販売元がなぜかシャチハタなんですよね。赤い缶に入っているので通称赤缶と呼ばれているようですね。この赤缶のファーバーカステルはアマゾンでは36色セットでも2000円台という破格で手に入れることができるようです。ただ缶のデザインがよく変わるようで、缶のデザインによっては高値がついているものもあるようですね。ファーバーカステルとしてはかなり破格な商品なんですが、中級上級者向けというよりはどちらかというと小中学生の学習用から初心者向けの商品だと思いますね。実際描いた感じですが、色の発色はとてもいいと思います。ただ同じファーバーカステルのポリクロモスと比べると芯は結構硬い方で、濃い色を出そうと思うとまあまあ筆圧を入れないと紙に色が乗ってくれない感じですね。これはあくまでも福ちゃんの体感ですが、力強いタッチで濃く描きたいという人にはちょっと向かないと思いますね。あと色を塗り重ねていく段階ですぐに色の上から色が乗らなくなってしまいますね。とは言っても福ちゃんは透明水彩と同じで濃く色を乗せるのがあまり得意な方ではないので、こうしてリンゴを描いていてもその色鉛筆の性質に合わせてしまうせいか、全体的に濃く仕上がらない気がしますね。続いてはファーバーカステルのポリクロモスです。ファーバーカステルは先ほどの赤缶を含めてゴールドファーバーやピットパステルなどという種類がありますが、その中でもポリクロモスはファーバーカステルを代表する上級者向けの色鉛筆です。色鉛筆で絵を描いている人の中でこのポリクロモスを使っている人はかなり多いんではないでしょうか。これは福ちゃんの勝手な思い込みかもしれないですが、色鉛筆はポリクロモスかホルベインを使っている人が多い気がしますね。今回残念ながらホルベインの色鉛筆が用意できなかったんですが、ホルベインの色鉛筆も人気が高いですね。ポリクロモスはこうして実際描いていて芯は柔らかめで書き心地はとてもいいですね。とはいえ柔らかすぎるわけではなく、芯を尖らせれば細かく繊細な絵も描けて、筆圧を加えればかなり濃く塗り込むこともできます。発色も色の塗りもとてもいいですし、重ね塗りの際の隠蔽力もなかなかいいと思いますね。もちろんこれは好みにもよりますが、描いていてとても楽しくなる色鉛筆です。ちなみにお値段ですが、2024年現在で Amazon で検索をしてみると24色セットがだいたい5500円ぐらいですかね。次はリラ・レンブラントのポリカラー色鉛筆です。リラもファーバーカステルと同じドイツのメーカーで、創業200年の老舗ブランドですね。この色鉛筆は昔福ちゃんが仕事で専門学校の新しいデザイン学科の立ち上げに携わった際に、学生教材のリストを作っていた時、色鉛筆は何を選ぼうかと悩んでいたところ、その時に教材をお願いすることになっていた名村大聖堂の担当の方から、リラ・レンブラントのポリカラー色鉛筆はどうですかと勧められたのが出会いのきっかけでした。今思えば初心者の学生さんたちに使わせるにはちょっと贅沢な教材だった気がしますね。使い心地としてはファーバーカステルのポリクロモスと同等という感じでしょうかね。芯の硬さはポリクロモスと同じぐらいか少し柔らかい感じもしますね。色の発色はとても良くて、筆圧の調整でしっかりと塗り込むことができて、隠蔽力もあり色の上からしっかりと色をのせることができます。ちなみに2024年現在 Amazon 価格で7392円とちょっとお高いですね。はい、ここで今年初めての失敗です。この流れでサンフォードカリスマカラー色鉛筆と進めていきたかったのですが、カメラの不具合で全く撮れていませんでした。なので別紙で同じものをもう一度書き直しましたので、そちらの方をご視聴ください。
ということで、こんな感じで同じように下絵を描きました。気を取り直して進めていきましょう。次はサンフォードのカリスマカラー色鉛筆。このカリスマカラー色鉛筆はちょっとややこしくて、カリスマカラー色鉛筆で Amazon などで検索をすると、同時にプリズマカラー色鉛筆というのが出てきます。紛らわしいんですが、実はこの2種類はほぼ同じものと考えて良いみたいですね。サンフォードはアメリカのメーカーで、もともとはペール社というメーカーが色鉛筆を作っていたそうなんです。ペール社で色鉛筆を作っていた頃は、イギリスではカリスマカラーの商品名で、アメリカではプリズムカラーの商品名で、日本ではイーグルカラーの商品名で販売をしていたんですが、後にペール社がサンフォード社に買収をされてからはプリズマカラーに統一して販売をしていました。ある時期、製造がイギリスからメキシコの工場に変わってから、芯の土台の基軸や外観が粗雑なものになったことがきっかけで、日本のみ国内に工場を持って、イーグルカラーの時代のように品質のいいものを作ろうということになったそうです。それをきっかけにカリスマカラーという名前に変わったという経緯があるそうです。なのでカリスマカラーの商品名は日本のみで使われている商品名で、海外では全てまだプリズマカラーで統一されているようですね。ちなみに芯の品質は昔から変わらないようです。肝心の書き心地ですが、今回ご紹介している色鉛筆の中で一番書き心地が柔らかく、筆圧を入れなくても濃く描くことができます。隠蔽力は最高で、濃く描いた上からもしっかりと色がのりますね。ただ濃く力強いタッチで描く人向けといった感じで、淡く薄く繊細なタッチで描きたい人にはちょっと向かない色鉛筆だと思います。ちなみに Amazon 価格では5291円です。最後にご紹介するのはカランダッシュのパブロ色鉛筆です。カランダッシュはスイスのメーカーで、確か日本で販売されている色鉛筆で一番価格のお高い色鉛筆を販売しているメーカーだったと思います。ちなみに今回ご紹介しているパブロも価格は結構お高めなんですが、一番お高い色鉛筆と言われているのはカランダッシュのルミナンスという色鉛筆ですね。例えば1本あたりで比較してみると、ファーバーカステルのポリクロモスが1本あたり300円なんですが、それに対してカランダッシュのルミナンスは1本あたり550円もしてしまいます。セット価格でいうと、ポリクロモスが24色セットで5500円に対して、ルミナンスだと20色セットで1万円を超えてしまうんですよね。ちなみに今ご紹介しているパブロは、18色セットが Amazon 価格で5905円でした。なんだか最初からお金の話ばかりになってしまいましたが、パブロの使い心地の話をしていきましょう。発色は最高ですね。色の伸びもいいですし、芯や描いた感じは若干固めな感じがしますが、色のノリはとてもいいですね。実は福ちゃんが若い頃、色鉛筆にハマった時期がありまして、その時期に専門学校時代の先生に、パブロはすごいぞって教わったことがありました。そのすごいぞの理由は、他の色鉛筆で色をのせすぎて、もうこれ以上色が乗らないという状態でも、パブロだとその上から色が乗ってしまうので、制作のフィニッシュにはとても役立つというふうに教わりました。それを聞いてから福ちゃんは、他の色鉛筆が乗らなくなった箇所にパブロを使うようになりましたね。はい、最後は影を落としてこんな感じに完成しました。パッと見て色鉛筆の違いがわかりますかね。やはりサンフォードのカリスマカラーやカランダッシュのパブロは結構濃く色が出るので分かりやすいですね。今回はわざと一つのメーカーの種類のみで描き分けましたが、見ていただいた通り、色鉛筆にも様々な特徴があることが分かっていただけたかと思います。今回ご紹介した色鉛筆以外にも、まだまだいろいろな性質を持っている色鉛筆があります。自分の個性や描く絵柄に合ったメーカーのものを中心に置いて、書き味の硬い種類や柔らかい種類など、描く用途に合わせた複数の種類を織り交ぜながら使うことがベストな使い方のように感じましたね。初めて色鉛筆を使うという人は、ファーバーカステルの赤缶のようなちょっと低価格なものから始めるのがいいと思います。福ちゃん的にはやはりファーバーカステルのポリクロモスがバランスが取れていて使いやすいかなと思いましたね。
ちなみに画像の色鉛筆のパッケージはどこのメーカーも結構な割合でパッケージデザインが変わりますので、ご購入時は変わっている可能性があるので注意をしてください。はい、今回はメーカー別に5つの色鉛筆をご紹介しながら制作を行ってみましたが、いかがだったでしょうか。今回ご紹介した色鉛筆の商品リンクを概要欄の方に貼っておきます。色鉛筆に興味を持たれた方はぜひ始めてみてください。今回の動画が良かったと思っていただきましたら、ぜひチャンネル登録を、また感想やコメントなどいただけたらとても嬉しいです。では次回、福ちゃんのお絵かき工房でまたお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。